五招大さんは、山梨県鶴市と南鶴郡道志村の境にある山。標高は1681メートルで、道志山海の最高峰である。日本200名山、山梨100名山の一つに数えられている。古くは、養蚕の神の山として敬われた。江戸時代後期の文化10年に、美濃の宗明神が入山し、人々の信仰を集めた。文化14年。 妙心は山中で入場する。妙心のおひしゃりは山内の商人堂に祀られていたが、明治の廃仏希釈によって山から下ろされてしまった。京都の博覧会などに展示されるなどした後、故郷である岐阜県伊比川町の横倉寺に祀られている。山頂にはご招待言殿が祀られ、鶴潮の二里宮である若宮神社がある。招待という言葉は本来、 日本の神々は仮の姿であり、その正体はインドの仏であると主張する本日衰弱説に由来する仏教用語であり、他方、権限は同じく仏教用語で、インドの仏が仮の姿で、つまり日本の神として現れたものを意味する。したがって、正体と権限は相互に相入れない概念であると考えられ、山頂に祀られたご正体権限に仏教もしくは、 神道の競技上いかなる位置づけが与えられているのかは明らかでない。山頂付近は原生林が広がり展望は良くない。コース中からは富士山が間近に望めるポイントがあり見どころ。鶴市21周法に選定されている。いずれのルートも最寄り駅から登山口までの距離があり、バスの本数も限られる。ありがとうございます。